勝見さゆりは、太平家、住ミと、尾崎さゆりによる日本の夫婦漫才コンビ。所属事務所は、吉本工業東京本社。愛称、勝さゆ、漫才のほか、テレビ番組のレポーターなども多く務める。また、勝見の多額の借金に関する様々なエピソードを持ちネタにすることでも知られている。カツラフ一門の縄文である、結ツミツ氏は、太平カツは、 1984年8月にトラコヨサクのヨサクと太平家、罪、広見を結成。1985年に月亭八宝の弟子であったキビの団子と共に漫才コンビ、ドンキホーテとして活動していたが、団子が妻の父が経営するディスカウントチェーン店、ジャパンに後継者として入社するために引退しコンビは解散。その後、中田カウスの勧めにより、 妻であるさゆりと共に漫才コンビを結成。さゆりが髪飾りを自分で引っ張る、アボヨヨンのギャグで人気を得る。なお、かつみさゆりの結婚披露宴の売借人は6代、かつらふみえ夫妻であった。とある大資産家の3番目の愛人の子供として生まれ、父親とは5回程度しか会ったことがなく、母子家庭で資金援助は全くなかった。よくアニメの T シャツを着ている。 高校時代高校野球の名門である、美ノ島高校の野球部に所属。部が春夏連覇した時、勝美は2年生でありアルプススタンドで応援。一学年上の先輩に、石井武や島田宗彦など、在宅25歳くらいの頃から在宅に乗り出し、株や不動産の売買で3億円を稼ぎ出す。信用取引の大勝負に出たが、相場は、勝美の予想した通りにはいかず大暴落。 勝美は4億7千万円の大損を被り、1億7千万の借金を背負うことになった。財宅にまつわる不運を置くあがたの繁殖を試みたこともあるが、さゆりが小林退治のために誤って、バルサンを炊いたことにより失敗。ピコピコ丼という100円ショップの経営にも乗り出したが、大量の発注ミスがあり閉店。2007年には、起死改正を狙い、新たにラーメン店経営に着手。 11月1日、かつみがオーナーを、さゆりの兄が店長を務めるラーメン店、ボよよんラーメンうまいんじゃーを、大阪市宮古島区にオープン。さゆりが自分の部屋をイメージして手がけた内装は、ピンクを基調とした壁紙に、ハート型の鏡やシャンデリア、クラシカルマガジンミカサツカサで、当時共演していた秋野陽子が描いた絵画などが飾られ、 通常のラーメン店のイメージとは一線を隠したものとなっている。本人曰くラブホみたいになっても多いとのこと。また店の看板も、勝つが手書きしたイメージをもとに、看板屋にデザインしてもらうようさゆりに頼んでいたが、さゆりが看板屋にこれで作ってくださいと頼んでしまったため、ロゴがデザインされることなく、勝つが手書きしたままの文字となってしまった。店の経営は、 さゆりの兄に任せていたが、売り上げの低迷に加え、店内アルバイトの募集に応募してきた人物をほぼ全員採用するなど、経営の図三差があらわになり、メロンパン販売で人気回復を目論むも裏目に出て、2008年6月末をもって閉店。その後、2008年11月13日より、千葉県千葉市にあるショッピングモールワンズモール内にある、 ラーメン劇場で同名のラーメン店を営業していたが、こちらも2009年1月末で閉店。なおメロンパン生地とラーメンのネット通販は、閉店後も引き続き行われていた。2008年の、オールザッツ漫才ネタ組取りで、ふんどし一丁にサングラスの田村健二が、ラーメン屋経営の実態を暴露した。2012年4月28日にはスイーツ、食べ放題店、ボヨよスイーツガーデンを、 道頓堀の中作井田をレビルにオープンさせた。今回は店を経営のプロに見てもらっており、ボよよラーメンうまいんじゃーの7ヶ月間を超えて、最長となる3年11ヶ月間続いていたが、中作井田をレビルが香港の投資ファンドに買収された影響で、家賃が高騰したため、20回目の結婚記念日に当たる2016年3月27日に閉店。なお、 自己破産について聞かれることもあるが、かつ見湧く、自分は自力で3億を稼いだ実績があるから、そのプライドで頑張っているとのこと。また、借金については2017年、池田先週銀行によって、低金利での借り換えに成功、支払い額を大幅に軽減できているという、サウナ好き、通会。アカや電子代の収録日、当日、本来出演予定だった中川家が、 マネージャーの連絡ミスにより、大阪に来られなくなり、番組スタッフが代役を探していたところ、勝美、さゆりのスケジュールが空いていた。さゆりとはすぐ連絡が取れたが、勝美とはどうしても繋がらなかった。さゆりが長年の間でサウナに行っているのではと言い出し、番組スタッフが大阪市内にあるサウナに片っ端から電話したところ、勝美が見つかり、無事収録に間に合った。神戸市で、 電気店を営む両親のもとに生まれる。兄が一人いる。さゆりと音楽さゆりは3歳からピアノを習っていた。入試2ヶ月前に志した音大の合格も果たしている。ミスコン嵐と結婚後の苦労生活さゆりは、吉本入り以前からミスコン嵐として知られ、テレビ番組のアシスタントを務めていたこともある。その際に、桂文江と知り合い、一時は文江の個人事務所に所属していた。 勝美との出会いも、フみエの冠番組、三子の激闘スタジアムで共演したのがきっかけである。現在は頬を赤く強調した同化的なメイクを、施し三枚目キャラクターとして活動しているが、もともとは、吉本屈指の美人タレントとして知られた。吉本入り後は主に吉本新喜劇に出演していた。結婚前後にかけては、勝美が経営するスナックでも働き、 日の車状態の家計を助けていた。また、この頃、勝美のアホの嫁として、関西のテレビ番組に、しばしば出演するようになり、現在のスタイルを築いていった。奇跡的な大震災の回避1995年1月17日に、発生した阪神、淡路大震災にて、神戸市内のさゆりの実家が被災。しかし、さゆりは空前にもか、罪と、 フランスパリへ旅行中で不在だったために被災を免れた。さゆりの部屋は地震で完全に潰れた状態だったといい、もし彼女が実家にいたら命の危険もあったとされている。さゆりの父は、かつみが娘の命を救ってくれたも、同然と感激し、かつみにさゆりとの結婚を承諾したとのエピソードがある。人気絶頂期の入院2004年6月中旬、さゆりが病に倒れ、 カズミ一人でのテレビ出演が続いた。診断の結果、サユリは、卵巣脳腫、子宮筋腫、子宮内膜症の三つの病気にかかっており、一ヶ月後の2004年7月中旬、MBS テレビ、チチンプイプイで復帰。その後、最終警告。タケシの本当は、怖い家庭の医学でこの時の詳細を語った。ボヨヨンにまつわるエピソード、サユリのボヨヨンは手作りで、 ヌーブラのケースに入れて保管している。制作費は片方2000円で、ボヨ4台として確定申告もしている。本人曰く以前は一から手作りしていたが、最近は花のパーツを購入して制作している。また、片方7グラムが最高の重さであるとも説明している。ボヨ4が誕生したきっかけは、カツミが体を張るロケに、サユリが勝手に同行し、お手製のポンポンでか、 罪を応援していた。その後、ポンポンを首にかけられるように紐をつけたり、頭につけるようにするなどして、試行錯誤を重ねて、現在のスタイルになる。また、最初は、頑張るポンという名称だった。さゆりのボヨヨンに対して、勝美はネクタイに仕込まれた糸を引っ張ると、ネクタイがピンと立つ、ネクタイピーン、というギャグを持っている。後藤田正澄、水野巻の披露宴の際、 このギャグを当時の首相だった小泉純一郎の前で披露したところ、後で SP にこっぴどく叱られたという、太平化、罪に関するカテゴリー、小崎さゆりに関するカテゴリー、ありがとうございます。